とうとう来ちゃいましたね。いいんですか。塚さんと、はい、ね、僕前回も話したように、うん、まあ、音楽の話をしたで、音楽にも共通点があるけど、はい、長年温めていた僕らの裏の共通点がもう一つあるんですよ。何でしょう。僕のおすすめ、これ。これ。みんな見た？これ。シンゴジラね。ね。シンゴジラですね。シンゴジラ。音楽じゃねえけど、うん。今回、ビザル TV はね、鹿さんと僕が影響を受けた、アニメ、特撮、漫画、ゲーム。ゲーム、はい。ゲームも。はい。まあね、やっぱりね、僕らの世代は、うん、特に僕なんてもう、皆さんも知ってますよね、まあ、新世紀エヴァンゲリオン。いやー、当時、中2でね、怒り新宿14歳。あ、そうなんだ。もうドンピシャなんですよ。14歳だもんね。そう、そう。14歳で14歳のアニメをやってて。なるほど。おーっ、社会現象ですよ、もうそれはもう。1995年、5年、6年。はい。ね、ガイナックスっていうチームがありまして、はい、もう素晴らしいね。庵野ひ、ね、皆さんご存知、庵野秀明さん。ね。あと、ね。まあ、そうですね、どんどん出てくる。これ、これ、はい、まあ、ね、何ですか？これ、その当時、はい、そのガイナックスの主要メンバーと同級生だった漫画家、はい、あの島本和彦さんの著書なんですけど、はい、著書青い炎という漫画がございまして、ね、一人、山賀博之っていう人もいましてね。これ山賀博之、そう、ね。社長ですか？そう。あと、赤井さんっていう人もいてね。はいはい、赤井さんっていうのは、まあ、プリンセスメーカーとか、まあ、とりあえず女の子描くのがうまい。プリンセスメーカーわかんない。そうそうそう。ゲームがあるんですよ、それ。あ、ゲームか。そうそう、うん。で、ちなみにこれ山賀さんね、これよく見えるかな、マクロスって書いてあるんですけど、ね、多分初めての仕事の時でしょうかね。そうですね。マクロスのオープニングと第9話の絵コンテ、ね、を担当されて詳しい。そうか、アニメにもなったってことですね。マクロスね。マクロス有名なアニメですよ。マクロス知ってる？マクロス知らない。あの、ね、あの名前しか知らないです。見てないです。マジで？はい。日本人ですか。まあだから言ったら、うん、そのゴジラをとかエヴァンゲリオン作った庵野さんとこの漫画描いた島本さんと、うん、まあ言ったらガイナックスってエヴァンゲリオン作ったアニメ会社とか、はい、まああのボンズボンズっていうアニメ、まあアニメ系にあの世代の人たちはみんな同じ大阪の大阪芸大という芸大学にいらっしゃってですね、はい、クラスメートというか同級生なんですよ、うん、でその青春時代をこう振り返って島本さんがいかに彼らが面白かったかをこう今書いててそうそうそう21巻まで連載してドラマ化もしてます、はい、面白いですまあそういったところでですね、はい、まあ、で、うん、深さんどうする庵野秀明の回あ、まあ、まあそのガイナックスのね、はい、さっき言ったエヴァンゲリオン、はい、これまあ自分の、ね、趣味で持ってるやつなんですけど、はいはい、これ公式ではないんですね、公式ではない自分の趣味で趣味のやつですから、趣味だから、はい、海賊版ってありますか、はい、趣味モザイクモザイクこれはまあ真の方なんですけど、はい、そこはやっぱエヴァンゲリオン世代ってことなんだね。そうですね。やっぱりそれで、まあ、すごいカルチャーショックで、でね、まあ、衝撃的で、ね、劇場も行きましたし、劇場版最初のやつね。あの、めちゃくちゃな、めちゃくちゃな、ね。そう、私に帰りなさい。夏のやつに帰りなさい。そう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 、はいはい。その後にやったのが、彼氏彼女の事情。その時僕14歳です。ああ、ね。あれなんて原作ちゃんと漫画であるんですもんね。そう、あるある。それを庵野さんがアニメ化するっていうんで、うん、あれも素晴らしかったですね。ドハマりしましたね。ドハマりしましたね。あれもエヴァンゲリオンみたいな演出が、ね、まあね、本当にすごくて、うん、そうですね、ハマりましたね。漫画も全巻持ってますね。おー、はい。きっかけはそうやって、その、エヴァンゲリオンからどんどん繋がってたりとか。そう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 、そう、そういうので。そういう感じなんですか。ガイナックスの、なんかいわゆる音楽もそうじゃないですか。まあそうですね。ね、うん、どこどこのプレイヤーさんが何々バンドでやるぞみたいな、うん、じゃあ聞いてみるかみたいな、そんな感じですよ。へえ、うん、そうだね。レコード掘るのにこのレコードレーベルだとこういう感じ出すよなとか、そうそうそう、このアーティストだとこういう感じだと、このプロデューサーだと別のアーティストでもこんな感じになるなっていうのが、うん、なんか映画監督だと、うん、アニメ制作会社もなんかキャラクターが似てて、そうそうそう、レーベルっぽいんだよね、うん、だからこの人が作った過去の作品ってどうなんだろうとか、うん、掘り始めるとなんかそういう感覚でアニメも映画も全部考えると一緒ですね。一緒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 一
ね、ゴジラ、僕もともとゴジラとかウルトラマンがすごい好きで、あ、そうだ、エヴァンゲリオンってウルトラマンじゃんとか思うことになった時に、あ、すごいこの人好きなんだなとか思うと、なんか見たことあるな、この演出とか、うん、そういう目線でなんかつながっていって、そうしたら庵野さんはこうスタジオジブリでも大学生の時は大学辞めてナウシカ手伝ってたとか、うん、そういうところがなんかつながってくるわけ、いっぱいあるんですよ、うん、ね、ね、そのジブリの話も出ましたけど、うん、そう、庵野さんはそういうところで働いたりとか、あとまあね、もう一人宮崎駿とね並ぶぐらいの富野義行さんってガンダムのね原作の当時逆襲のシャア、はい、ね、ニューガンダム、うん、でそれネオジオン軍にレウルーラっていうレウルーラっていうね戦艦がある、うん、あれ書いたのも庵野さんですから、あ、そうなんですね、そう、いろいろあるんですよ、だからおお、掘っていくと面白いですよ、だから面白いですね、ね、できてるね、そう、そのガイナックスの、はい、そうですね、でガイナックスから独立されてスタジオカラーっていうのをね、まあ、エヴァンゲリオンを作るという、はいはい、のを設立しまして、それで作ったのが、まあね、エヴァンゲリオンちゃんと作り直しますって言ってやって、これ3作目なんですけど、うん、9っていうのね、うん、ね、今度今度また出ますから、ね、これは10分間のね、10分40秒10分40秒いや、でもあの書き込みとか素晴らしいですよね、やっぱ戦艦とかね、そう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 、まあね、それちゃいましたけど、で、はい、やっぱり一番最初に出したこれ、はい、これはまあ庵野さんもともとね映像計画学科っていって、まあ、うん、普通に映画を作ったりとかされてて、はい、ね、例えば、はい、キューティーハニーとか作られてて、で当時、まあ、大学、なぜか大学生の時に作ってた作品とかね、うん、もう YouTube に落ちてるんですけど、はい、それとか見れて、それで、まあ、この間、ね、シン・ゴジラね、ゴジラを久々に日本が真剣に作るぞって言うんで、うん、じゃあ庵野さんにぜひやっていただきたいと、ね、東宝が頭を下げ実現したのがこれ、ね、蒲田でしたっけ、舞台、舞台、蒲田ではない、蒲田ではない、壊したでしたっけ、蒲田を壊した、そう、壊した、そうそうそう、舞台じゃない、ね、壊した、はい、そうそう、蒲田に上陸した、上陸した、はい、何、蒲田にって大す、今だけ大杉健さん再現できちゃうね、そうそう、そんなね、はい、どんどん出る、そんなね、こうネタバレ注意点、はい、薄い本、いわゆる、あ、これ何ですか、同人誌です、同人誌って薄い本、買っていただいてね、これね、そう、これ島本さんがいつもサークルで出してるんですよ、はい、毎年これスカさんのお土産に僕が買ってきたんだけど、そうなんですか、はい、これはコミケですか、はい、そうですね、でその「シン・ゴジラ」何がすごいのかってことを、はい、その島本さんがもう切々と語られてるし、すごいです、ね、同級生だから語れる、そうそうそう、へえ、これ読むと何がこの「シン・ゴジラ」すごいのかってことをよく書かれてて、はいはい、あ、そうなんだ、とてもあの見ると面白い、ね、これも特典でその島本さんが、はいはい、北海道在住なんですけど、はい、あの声出し上映会っていうのがあって、それを収録されてるので、それでもなんかどこがすごいとかちゃんと言いながら、はい、見てるやつがあって、絶妙に自分のプライドを傷つけない姿勢でやってくれるから、そう、楽しいですよ、まあ、僕もすごいにわか で本当に好きな人には全然ね勝てないですけど、いやいやいや、あの、まあ、一応ゴジラシリーズとかがすごい好きで、もともと映画監督になりたくて、うん、こういうのを作りたかったんだけど、うん、なぜか音楽の道に行ったタイプの人間なんですが、やっぱね、あのアニメとかを見てると一つに対する情報量が、うん、庵野さんやっぱとてつもない、全然オタクで、あの多分コマ数とか多分コマ送りして研究してるぐらい、画角とか全部が、まあ、ものすごい情報量とオタク度で、なんかね、画角に対してちょっとエヴァンゲリオンにも、うん、あの他の特撮の宇宙船がちょこっと映ってたりとか、ゴジラに使ってる音は実はウルトラマンの何話の音だったとか、あ、ね、うん、まあ、エヴァンゲリオンもそうなんだけど、携帯の着信音があの科学特捜隊とかの着信音だったとか、そういう本当に大好きなわけ、うん、それなんか地の底が見えないぐらい好きで、でアニメーターとしての技術も超一流だし、うん、なんかあ、この人はなんでやっぱ技術もあるし知識もあるし、まあ、岡田君と僕も須賀さんも収集癖あるから近いけど、はい、なんかまあ似てるんだよね自分で言うのもおかしいましいけど、まあ、かだから知ってるからこそすげえ分かるっていうか、わあ、それ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 みたいな岡田君も楽しいし、知れば知るほどこの人そこ知れないなって恐怖におのくっていうか、なんかだからアルバム聴いて音楽聴いてても、あ、この人本当にオタクだなって分かっちゃうっていうかさ、うん、なんかマイクの選び方からなんか全て音像感とかを
になんか価値観としては映像でやってる人っていうか、なんかその目線がね、いくら知っても知れば知るほど楽しいっていうか、いろんな見方ができるんですよね。すごい。だストーリーがあるっていうよりも、それ入ってるバック、まあそれはね、宮崎さんもそうだけどさ、情報量がまあとにかく多いから、なんかやっぱそうやっていろんな知識があって楽しい人の見ると楽しいなっていうところから、でエヴァンゲリオンはやっぱこうリアルタイムでは入り込めなかったけど、なんか16歳とか17歳になるにつれて全部僕も見るようになって、ガイナックス作品とか全部追いかけるようになって、なんかそこであこういうことやりたかったんだとか、なんか分かるっていうか、あこの映画はこのシーンはこの映画のオマージュだなとか、そう多いですよね。すごいもう、言ったらオマージュしかないんじゃないかっていう時もあるんだけど、そう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 、ほら不思議の海のナディア、ネモ艦長、船長、ネモ船長、マクロスの船長そのまんまだからね、似てますよね、さっき言ったマクロスね、パッと出てこマクロスね、マクロスの船長知ってる？だから船長って言われても変わり、ヒゲのまんまだから、そうそう、まんま同じ、同じ帽子かぶって、あそうなんですね、そうそうそう、すごいよ、すごいよ、やっぱね、そのアニメも意外と繋がっているし、なんか音楽も歴史も繋がってるし、なんかそういう目線で見るといくらでも惚れるから楽しいし、知れば知るほど奥が深いってことです、ね、でこういう話をいくらしても、ね、スパさん以外誰もお笠ですら拾わない俺たちのツアーバスみたいな、ツアーバスでね、あのその10分40秒のやったと見ましたって開口一番やったら誰も反応しないで、ニグルさんだけ見ましたよ、スパさんちゃんと見ました、ちゃんと見ました、誰が望んでるかわからないけど、これひたすら君に教えていくから、その今後も、今後、ね、ちょっと悔しいけど今日はここの手ここまでということで、はい、ちょっとあれですけど、はい、また中原君にエヴァンゲリオンからこれからいっぱい控えてるから、はいはい、まだまだいっぱいあるから、本当はね、今回はこの程度にしておいて、本当はまだいっぱいあるんですよこれほらいっぱいすごいんだよ、そのほら資料持ってこいって言うからさ、ちゃんと資料がさまだまだあんのよ、そうだよ、なんでスカさんがゼータじゃなくてダブルゼータ持ってきたのかとかさ、したいわけ、あとまあ普通に映画としてこれ、ね、大好きです、これ高くないと、これも面白いね、はい、これ自分の趣味のやつなんで、もう下に付けるとね、これも面白い。